さあやっていきましょう。見てみる、綺麗な顔してるだろう。え、ちょっと待って、注目、構えて。あれ、さっきのチャプターの終わりの時にさ、目つぶって死んでなかったっけ。やっぱりちょっとインパクト残したいからっつってもう一回起き上がってきた。まあそんなことはどうでもいいよね。とりあえず気持ち悪いカリスマはエゴと落としといてやろう。バチーン。はい、ということでね、ブルーホースでございます。まあせっかくね動画ご視聴いただいてますんでね、最後まで動画ご覧いただいて、まあそのついでにねチャンネル登録ボタンとグッドボタンね、もうたった1秒で両方ともポンポンとしたら終わることなんでね、もうぜひね、しがなサラリーマン一日働き詰めでですね、そんな中しっぽりと夜中で、ね、嫁と娘が寝た後に、まあ、夜中にね寒いこの1月2月の部屋の中で撮ってるんでね、ああそんなあなたにちょっとでもエール送ってあげるよという方はね、今からはいプルンプルン、今日のサムネいいよねー、ノースリーブのさ、セーター着たさ、ミニスカの金髪美女にさお説教されるなんて、もう全人類の男どもによってさ、まあ、全人類って言ったら女性も含まれちゃうか違う、全男子だね、もう全もうそそり立つ男子の息子がそそり立つ、いやもう日本語になってね、わけわかってね、うん、まあ、そんなアホな話もしててね、いやーやっぱりね興奮するよね、つうことで今回まあアシュリー会なんですけどね、まあ、残念ながらアシュリーがね、せっかくね頑張ってくれるところなんですけど、彼女無敵だから今回のハラハラドキドキもしないっていうね、だからまあいろいろとこうのんびりとのんびりとクリアしていく回にしようかなと思うんですけど、ほいカチャ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 、開かないんですね、ザバー見やがれ、ってかこいつさほんとバカだよね、鍵を持ってるやつがさここ来ちゃダメだよねっていう話だよね、なんでここ来ちゃったんだろうね。でこれね、あの気をつけないと、どっかあ、いたで、こいつ、あ、ちょ、あ、もう逃げる、おい。どっかで、そう、ボウガンをね、放とうとしてるやつがいるから、ちょっと早めに処末しとかないと、ほい、邪魔、危ない、あいつ、賢いな、ね。こっちが狙ったら、なんか、しれっと、ついてってるし、おう、で、あの司令官何なんだ、無能なのか有能なのか分かんない、逃げるのだけは得意ですみたいな、そういうパターンですね。いるよね、逃げるけど自分は実際に手を下してこないっていうさ、嫌な司令官タイプのやつ、そんなやつお前足打って、ほら、あ、課金、勝てえな、この野郎、頭が。それかさ、さっきからおめえたちさ、好き勝手やってんじゃねえよ、ほら。どうせ無理なんだからさ、抱え込んでどっか行くっていうのさ。やっぱりあれなんだね、今一瞬さ、レオンの方向かってきてたけど。やっぱりアシュリーをこう抱え込んでいる時っていうのは捕まえる対象から外れるからレオンの方向かってくるっていう、そういうあれなんだね。まだ、おい、そろそろ貴様、あ、ちょっと待って、あれまだ追加されるのか、しまった、それちょっと予想外です、撃ちます、あれいなくなってる、あの逃げるタイプのやつな、賢い、ほら、はい、またのご来店お待ちしております。でしれっとその間になんか言ってるやつがある、あれこれもうこれ最後の一体か、もう一体いたっけ、いやいない、あいるねいるね、やっぱりいるね、あちょやっぱあれだね、あの男子でいうとこのチンポジならぬアシュリーにとってのベスポジっていうのはここにあるんだな、はい、で、あやつがいた、あおおすごい、自らおい、あれなんだね、足死ぬんかい、これからって時に、残念でしたね、なんかあれだね、司令官自らこう手を下しに行くっていう、こう上司の鏡を今から見せようかなって、プレイングマネージャーとして頑張ろうかなって思った瞬間に命を落とすというね、はい、ということ、あなんかちょっと若干エロかったね、今一瞬ね、まあ、アシュリーのお股のあたりがさ、やっぱりさ、ね、まあでもね、色気もクソもないからね、これね、本当はさ、捕まってる時にさ、なんか、キャーとか言ってる、ああいうシーンとかが見るのがすごいエロかったりするんですけどね、スカートだったらあれだし、スカートだったらやっぱりね、白いおパンツが見えるし、で、シルバーのね、スキニージーンズで、ちょ、あれ、ちょ、いや、食らわないのは分かってる、食らわないのは分かってるけど、でもなんか嫌だ、でもなんか嫌だ。こいつ臭そうだもん。燃えろ。あっちで、もう一個、投げる。
今だ。あーちょっと遅い、下手くそ。これあれなんだよな、こう調節ができないんだよね。もう投げるって動作しちゃったらもう、あーこれ3ついるから倒せないんだよな。そこの扉開けたか、開けてみたかったけど、まあ無理だということで仕方ないね。さてベッドルームでイチャつこうとしてる。これは何なんだろうな。でも羊の日記があったりするから、羊の部屋になるのかな。こう いまいちその居住区域っちゅうの、それが結構なんか乱雑というか、いまだにこの古城の作りの意味が分かってないっていうね、なんでそういう作りになってんだろうっていう。これだからこういうゲーム作るときって、こう当然その ギミックとして作るっていうのは大事なことだと思うんですけど、なんだろうな、やっぱりこうよりリアル、燃えながら立ち上がってきたこいつ。残念、つかましてあげないもんね。私はね純潔なのよ。キャーまったく。あちょっと意外と重いぞ。X ボタンを押すのがね、押せてんのかどうかっていうのがいまいちわからないっていうね。もう一回食べる？いいよ。下手くそ。ああ、ちょ、あっ、くそ。捕まれ。にゃろ。寝とけ。おやすみ。くぐって、意外とお尻のラインがちゃんとはっきり出てそうな感じだ。がするけどね。どうなんだろうな。そうそう、なんか、インフェクションだったっけな。インフェルのインフェクションっていう漫画だったかな。皆さんご存知です。あの、仙台市が舞台になっている、なんかね、なんか謎の寄生虫によって人間がゾンビ化しちゃって、で、まあ、そのゾンビたちと戦っていくっていう漫画があるんよね。で、その漫画が、その漫画で、普通なんかさ、そういうのってさ、自衛隊が出てきたりとかしてさ、こう鎮圧していくみたいな話になると思うんだけど、なんか、なぜか消防団っていうか、消防士が主人公、長男が主人公って言ったら言い方変だな。主人公は普通の高校生なんですけど、なんかその、ゾンビたちを鎮圧する部隊っていうのが、なぜか自衛隊じゃなくて、ね、消防団だっていうね、そういう話で、消防服の話が出てきたんですけど、その消防服が、なんかね、8キロあるっていうね。だから消防服だけで、なんか全身で8キロまとうってことは、この甲冑なんかもなんか全身で50キロくらい、なんかね、重さあっても不思議じゃないんだけど、その重さを持ってさ、カン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 走ることができるって、仮にアシュリーの体重が、ね、52、3キロだったとしたら、まあ、トータルで100キロになってるってことですよね。あってことは100キロを担いであえて倒れるっていうことは、大の大人であんな派手に出るっていうことはないと思うから、甲冑だけでプラス100キロとかなのかな。てか We are Spouter の時代のことを冷静に考えるとさ、こんな甲冑をさ、まあ、身を守るとはいえ平気で被って戦ってた人たちって、多分今のそのボディービルダーたちよりもはるかにムッキムキだったんじゃないですかね。えこれそう考えたらすごいよね。まあ原始的なトレーニング方法になるんだろうけどね、そのこういうの着て戦うのっていうのは。あ、なんかマッスルポーズしたけど、ムッキムキです私みたいな、めっちゃなんかあれ格好が普通になってる。これはランダムなのかな。ランダムでなんか普通の立ち姿とムッキムキ姿に変わってんのかな。今のなんかすごい変だったよね。うん、まあいいや、とりあえずこれを取って、こっちを取って、扉が閉まっちゃうけど、オープンセサミ、あ、後ろにちょっとあれなんだな、羊の、あ、でもヘビのオブジェだ。あれ羊のマークがあったけどな。あ、ちょちょ、進めない。これ、やつらがいるからか。痛い。もう、そういう、無駄なことをしちゃダメですよ。あ、そうか、寄生虫だから考える力がないのか。なんだ、宿主と一緒じゃん。宿主じゃないわ。あれなんだよ、上司と一緒。痛い！無駄。俺は無駄。一応サービス。パンチらないけど。ごめんね。はい。あちらがなくてすいませんね、皆さんね。これちなみに閉じ込めたら、やつらなんかかわいそうなことになるのかな。来る来る来ない来ない来る来たねー。
でも近づいたら、ああ一応やっぱ超えてはくるんだね。じゃあこれやっぱ普通に安全プレイをしようと思ったらさっさとポンと閉じ込めてしまって、で次向かってった方がいい。そんな感じになりそうだね。オッケーオッケー。まあ。いや、無事戻ってこれましたね。ということで、最初に冒頭申し上げた通りなんですけどね。まあ、特になんか、来るわけでもなく。まあ、無敵ってそういうことだよね。なんらハラハラドキドキしないっていうね。まあ、ただ、今回のその、アシュリーの場合はないけど、レオン編とかやってて、まあ、無敵はないけど、レオンで、ダメージ食らいにくいような格好をしてて、なんか急に後ろから不意に攻撃されたりとかしたら、いくら無敵だっても結構、うわぁ、マジ、何みたいな、びっくりする瞬間とかってあったりするけどね。まあ、そんな、アシュリーがね、キャッっていう声をね、皆さんはそれを置かずに、ぜひね、息子をシコシコとしていた。露骨すぎるんだよ、言葉が。もしこれ女性視聴者が見てたとしたらどうするんだってね。あんまりアナリティクスを見ないけど、確か僕の視聴者は男性の方が圧倒的多数だった気がするんで、はい。まあそんなこんなでね、無事にクリアすることができましたんで、まあ今からのキャッキャウフフのね、シーンを見ることになりますが、まあちょっとそこに嫉妬するわーって、俺も絶対この美女捕まえてやるわーっていう思いが強い方はね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。はい。ということで無事に、チャプター3の4をクリアすることができたんで、次が4の1に入っていきたいというふうに思います。ということです。本日もね、動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできると嬉しいです。ではお疲れ様でした。バイチャー。